カリフォルニア・ゼファーは、シカゴとサンフランシスコ米エリアを結ぶアムトラックの長距離列車である。3924km の行程を、車中2泊3日、50時間以上かけて走るこの列車は、沿線の景色の良さで知られる。利用者数は2013年度の統計で1日あたり1033人、年間37万6932人であった。 1949年から1970年まで、ほぼ同じ区間で運転されていた同名の列車を起源とする。西風を意味するゼファーという名前は、シカゴバーリントンクインシー鉄道が運転していた一連の列車に付けられていた愛称を受け継いだものである。東側の発着駅は、シカゴユニオン駅、西側は、サンフランシスコ湾を挟んで、サンフランシスコの対岸にある、 エメリービル駅である。運転開始当初はオークランドまで運転されていたが、1989年のロマプリータ地震で、オークランド駅が大きな被害を受けたため、代わりの駅として近くにエメリービル駅サンフランシスコ市街とエメリービル駅の間は、アムトラックの専用バスが連絡している。カリフォルニアゼファーは、シカゴとサンフランシスコをバーリントン鉄道、 デンバー・リオングランデ・ウェスタン鉄道、ウェスタンパシフィック鉄道を経由して結ぶ列車として1948年に登場した。シカゴとサンフランシスコを結ぶ列車の歴史は、1869年のユニオンパシフィック鉄道とセントラルパシフィック鉄道による最初の大陸横断鉄道の開通により始まり、1890年代にはオーバーランドフライヤーなどの寝台車で蘇生された。 優等列車の運行も始められていた。デンバー市西部のロッキー山脈により、このルートは長らく2社の独占状態が続いたが、デンバーリオグランデ鉄道が1930年代に最後の難関であったデンバー西部の山岳地帯の長大トンネル、モファットトンネルを開通させることで、競合する他社によるシカゴ・サンフランシスコ間の列車運行が可能になった。このルートは既存ルートが通らない。 コロラド州の大都市デンバーを通ることが有利な点であった。最初に運行された列車はエキスポジションフライヤーと呼ばれる当時サンフランシスコで開かれていた万博輸送を目的とした列車で大成功を収めた。これを引き継いで登場した列車がカリフォルニアゼファー号である。カリフォルニアゼファー号は既存のゼファー号と同様バッド車製造のステンレス製車両を使用しており、 風光明媚な路線を長時間走行することから、展望ドーム車を備え、個室寝台の比率も高かった。車両の斬新さに加え、ゼファレットというガイドを天井させたことが人気を高めた。カリフォルニアゼファーの展望車映画を極めた、カリフォルニアゼファーであったが、鉄道全体の衰退に伴い苦境に立たされていった。1960年代の半ば、運行会社の一つで、 一番経営基盤の弱かったウエスタンパシフィック鉄道が列車の廃止を提案各社それぞれに思惑がありまた廃止に関しては利用者の激しい反対に遭遇したが列車は1970年代に廃止されてしまったアムトラック発足後もデンバーリオグランデ鉄道が運行を続けたリオグランデゼファー公明省は一旦消えたもののこの列車の公営は数奇な運命をたどった まず、デンバー・リオ・グランデ鉄道部分に関しては、カリフォルニア・ゼファーの編成を用いた、デンバー・リオ・グランデ・ゼファーとして、週3回の運行が継続された。また、アムトラックの誕生に伴い、今まで各社がバラバラに運行していたシカゴ・デンバー間の列車が一本に統一され、バーリントン鉄道経由のシカゴ・サンフランシスコ間の列車、サンフランシスコ・ゼファーが登場する。しかし、 デンバー・リオグランデ鉄道は独自の列車にこだわり続けたために、デンバー・サンフランシスコ間は最初の大陸横断鉄道のルートであるユニオンパシフィック鉄道とセントラルパシフィック鉄道の線路を吸収したサザンパシフィック鉄道経由という迂回を伴う変則的なルートを走行することとなった。デンバー・リオグランデ鉄道が旅客列車運行をアムトラックに譲渡し、 モハットトンネル経由の現在のカリフォルニアゼファーの運行が始まったのはしばらく後のことで、近年は車両もそう2階建てのスーパーライナーとなり、面目を一新した。しかゴ・ソルトレークシティ間でラスベガス経由、ロサンゼルス行き、デザートウィンドを並結した時期があったが、デザートウィンドはアムトラックの列車再編の波の中で廃止され、以後は代行バスが運行されている。 オマハに停車中のシカゴ行き列車。使用されているのは2階建て客車、スーパーライナーである。両数は季節によって変わり、またシカゴデンバー間のみに連結される車両もある。スリーパーは、以下のような構成になっている2階、シャワートイレ付き個室、個室、ルーメット、10室、便所1階、家族用、個室、1室、トイレ付き身体障害者用、 wifi スポットは設置されていない。カリフォルニアゼファーは途中33駅に停車する。停車駅は以下の通り。アムトラックのカリフォルニアゼファーは1970年まで運転されていた同名の列車の直接の後継ではなく、経路もネバダ州異性では全く異なっている。元のオークランド駅は1994年に廃止され、1995年にオークランド ジャックロンドンスクエア駅が開設された。1995年から1997年までの間、ジャックロンドンスクエア駅までカリフォルニアゼファーが運転されていた時期がある。桜井博史、今すぐ乗りたい。世界名列車の旅新庁舎、2009年、140ページ。ISBN 978から4から10から138,471から9。 アムトラックセッツニューライダーシップレコード。アムトラック2014年6月23日閲覧。プレーム、フランク、カリフォルニアゼファー監視スッツ。ウエスタンパシフィックオンライン2014年7月5日閲覧。カリフォルニアゼファースケジュール -011314。アムトラック2014年7月8日閲覧。ありがとうございます。